ピエロ・エスター、イスタンブールでの2004年大会にて、DJ ・ボボ、ヘルシンキでの2007年大会にて、パオロ・メニング都市、ベオグラードでの2008年大会にて、スイスのユーロビジョンソングコンテストでは、スイスにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。スイスは、ユーロビジョンが始まって、以来、1995年大会、1999年大会、 2001年大会、2003年大会を除く、すべての大会に参加している。スイスの初参加は、第1回の1956年大会であり、同大会でスイスは、優勝を果たしている。スイスからの参加者の多くは、スイス国外ではあまり知名度のないアーティストが多い。一方、国際的に活躍するアーティストが、スイス代表に選ばれることもある。 1988年大会では、セリーヌ・デオンが優勝を果たし、また1993年大会には、アニー・コットンが3位に、2005年大会では、バニラ・ニンジャが8位となっている。1963年大会に2位となったエスター・オファリムは、これを一つのきっかけとして、後に国際的成功を収めている。 スイスは2009年までに3年連続の準決勝、敗退と、それに伴うユーロビジョンからの撤退を求める世論にも、かかわらず、2010年大会への参加を早々に表明し、参加者にかかる費用は各種のエンターテイメント賞よりも安い。と述べている。スイスは、第一回大会の1956年から2017年までの間に4回の不参加があった。 1995年大会、1999年大会、2001年大会、2003年大会では、スイスは前年までの順位が不調であったために、参加権が認められなかった。スイスにはフランス語、ドイツ語、イタリア語、ロマンシュ語の4つの公用語がある。ユーロビジョン大会では長年にわたって、参加者は歌手としてその国の公用語を用いることが定められており、 スイスはこの4つの言語を自由に選んで使用することができた。2017年までの58大会、59人のスイス代表の参加曲のうち、23曲はフランス語で、12曲はドイツ語で、10曲はイタリア語で、12曲は英語で、1曲はロマンシュ語の歌詞であった。スイスが優勝した1956年と1988年は、 共にフランス語の歌詞であった。スイスから高得点が送られた国々、スイスに高得点を送った国々、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。